こんにちは、ミトシです。最近ちょっと太りました。はい、で今日はですね、デンエシレマルシェオブールってとこに行ってきまして、はい、クイニーアマンです。めちゃくちゃうまそうです。でこれ2種類あって、この前列にあるのがクイニーアマンブルーですね。でこの後列にあるのがクイニーアマンベールです。で本当はここのオムレットってやつがすごい美味しそうで、それ買いたかったんですけど、それ数量限定で僕行った時にもう売り切れてたんで、ちょっと買えなかったんですよね。だからまた今度買ってこようと思います。いやにしてもこのテカテカがマジで美味しそうですね。僕テカテカが好きなのかもしれないです。では早速食べていこうと思います。いただきます。はい、今日はジョージアです。ああ、ではでは。はい、じゃあこのクイニーアマンブルーいただきます。ほら、この下の飴の部分がクイニーアマンほんと好きなんですよ。テカテカで美味しそう。うまい。めっちゃサクサクしてます。この飴の部分がめっちゃカリカリしてるんですよ。で逆側のこの生地の皮のところ、ここはめっちゃサクサクしてます。で中身は空気が入ってるのでちょっとふわっとしてるんですよね。でこのカリカリのところがね、まずめっちゃ甘いんですよ。シンプルな甘さですね。そしてこの生地がバターの風味とちょっと塩気があって、めっちゃうまいです。そう、このエシレってところ、このバターがメインのお店なんですよ。だからこのエシレバターが他の商品との違いを出してるってところですかね。はい、これさっき気づかなかったんですけど、中になんかトロトロな蜜のようなものが入ってます。これがめっちゃしっとりで美味しいです。これは何なんだろう。え、バターかな。これバターの風味がすっごい強いです。でほのかな塩気と甘さがあって、あ、これめっちゃうまいです。あ、これ美味しい。はい、クイニーアマンベールです。ブルーと比べるとちょっとふっくらしてるような感じですね。では、うん、おお、すごい。これめっちゃふわってしてます。もう多分これ見たらわかると思うんですけど、中が結構クッキー入ってて、だからブルーと比べるとめっちゃふわってしてます。で味がちょっと変わります。これ後味がちょっと爽やかです。なんかミント系の風味が鼻を抜けます。あとブルーと比べるとちょっと塩気が強めです。ああ、これはまた美味しいです。ああ、けどこれやっぱこのふわふわ感が好きですね。だから外はカリカリしてるんだけど、中に空気が入っててシュークリーム並みにふわふわしてるんで、このカリカリとふわふわのコラボがなかなか僕好みです。ああ、うまっ。ああ、やっぱこのバターの風味がめっちゃいいですね。うまい。
はただただ食べます。ほら、美味しそうでしょう。これ途中でバターでめっちゃしっとりしてるところがあるんですよ。やばい、ここ来た時やばいです。美味しいです。はい、気づいたらラスト1個です。ではごちそうさまでした。はい、そんな感じで今日はエシレのクイニーアマン食べてみました。いや、食べたいと思ってたんで今日食べれて本当良かったです。クイニーアマンはなんといってもあの飴のところがすごくいいですよね。あそこがカリカリしてて美味しいんですよ。それでこのエシレは本当バターが結構強いんですよ。だからこのバターの風味とシンプルな甘さがめちゃくちゃうまかったです。あ、ぜひ皆さんも買ってみてください。なかなか美味しいですよ。はい、ではですね、僕がクイニーアマンになってしまいそうなのでこの辺で終わろうかと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。